ドルガ・ノイビルトは、オーストリアの作曲家。グラーツ出身。ノイビルトは7歳で、トランペットのレッスンを始めた。それから、ウィーンで、エレクトロアコースティック研究所での勉強と、並行して、ウィーン国立音楽大学で、エーリヒ・ウルバンナーの指導のもと、作曲法を学んだ。ノイビルトの学位論文のテーマは、アラン・レネ監督の映画、ラムール・アモーの音楽についてだった。 1985年から1986年にかけて彼女はサンフランシスココンサーバトリー・オブ・ミュージックでエリナ・アーマーについて音楽を学んだ。その後、1993年から1994年にかけてアイルシムでトリスタン・ミュライユの教えを受けビオラ・ダ・モーレのためのリソ・ナンゼなどの曲を作曲した。活動を始めた初期の頃、ノイビルとは イタリア人作曲家、ルイジ・ノーノと会う機会を得た。ノーノのラディカルで政治的な考えは、ノイビルトと通じるところがあり、ノイビルト自身、この出会いは自分の人生に重大な影響を与えたと語っている。ノイビルトは、多数の室内楽曲をカイロスレーベルからリリースする一方で、デビット・リンチの映画、ロスト・ハイウェイをオペラ化した。台本は、 作家のエルフリーデイ・エリネクが書き、2003年グラーツで、初演された。クラング・フォーラム・ウィーンによる生演奏と、あらかじめ録音された、電子音響、映像の合成は、イームが、オープンソースソフトウェア・ピュア・データを使って、実現することができた。アメリカでの初演は、オハイオ州、オベリンにある、オベリン大学で、さらに、ニューヨークのミラー劇場でも公演された。プロデュースは、 オベリン音楽院並びに、オベリン現代音楽アンサンブルが務めた。カイロスからリリースしたサラウンド録音は、フランスの雑誌、ディアパソン氏から、ディアパソン金賞を授与された。2021年、ウルフ賞芸術部門受賞。ラムール・アモーは、日本未公開。音楽は、ハンス・ベルナー・ヘンツェ。詳細は、IMDB、インスティチュート・オブ・エレクトロニック・ミュージック・アンド・アコースティックス。 いいむいいむ、ありがとうございます。